こんにちは、赤ちゃんです。新年2日目、またしても福袋じゃじゃーん。はい、ヨドバシカメラで実はスターバックスと同じ日にこちら買ってきました。もうね、福袋ハマりすぎた。2020年の福袋、島村と E-さんのお洋服の福袋だったんですけど、1月1日はスタバとヨドバシカメラ、そしてもう少し前にね、実はこの2000円のポケモンの福袋もね買った。まだ開けてないんですけど、まあ、これはね普通に欲しかった。動画紹介用とかじゃなく普通に欲しかったんですよね。これはまあいつか紹介するかわかんないんですけど、まあね、今回こちらですよ。ヨドバシカメラ人気なんですよね。福袋、いろんな福袋があって、僕チェキがずーっと欲しくて、チェキバディさんからも今後オフ会とかするときはチェキで写真撮影会もいいんじゃないみたいな、で撮った写真そのまま渡せるしサインも書けるしいいんじゃないっていう提案をねいただいたんですよね。っていうのもあってチェキは本当に欲しくて今回買っちゃいました。すっごく楽しみ。僕カメラ系本当に好きなんですよね。カメラもともと大好きなんですけど、チェキはね本当に昔からずっと欲しかったんですけど買うまで至ってませんでした。これを機に買いました。チェキ、スマホプリンターの夢。チェキと何やらスマホプリンターというものが入ってるそうなんですよね。まあ僕のお目当てはチェキなんですけど、開封していきます。それでは開けまーす。じゃじゃーん。うわ、なんかすごく入ってますよ、これ。まずこちら入ってました。インタックスミニっていう。チェキ用の写真ですね。いやさ、チェキのこの写真高いんですよね。ちょっとフィルムたくさん買おうかな。やっぱ、1枚あたり66円とかそれぐらいが相場っぽい気がするかな。だからこれ大体650円ぐらいかなのものが入ってました。少なくない？もう少し入れてほしいな。それでは、ちょっとね、チェキが入ってるんですけど、最初こっち行こうかな。僕の一番のお目当てはチェキなので。じゃあこっち行きます。せーの。はい。お。ちょっと少ないね、中身。まあ、こちらが入ってました。これがその、スマホプリンターというものなのでしょうか。スマホでチェキ。なんか、かわいいね。かわいいね、これ。ほら。説明書これ。かわいすぎませんか？え？なにこれ？うわ！説明書じゃないこれ。ここに写真を挟むんだ、ほら。こうやってパラパラパラって。可愛すぎるんですけど。これめっちゃ可愛いじゃん。マイキャンプブックって書いちゃってあるけど。そして中から箱が出てきた。あー、なるほどね。これはちょっと福袋限定なのかわかんないですけど。こっちがお目当ての本体ですね。ちょっと調べてみよう。いくらのものなのか。え？2万円するんですけど。え？ 2 万円？ 2 万円？2万円？そんな？え？なんかよくわかんないですけど。あ、箱が大きいからすごく大きいものかと思ったらちっちゃくて助かりますね、これは。え？なにこれがプリンターなの？なんかデザイン可愛すぎてさ、包装されてるのかと思ったらさ、こういう機械だそうです。あ、確かにプリンターみたい、これ。なにこれが、同じだ。2万円なんですけど。しかもカラーがね、限定みたいな感じになってますね。普通こんなプリントされてないみたいなので、限定ですよ。しかも超可愛くなってるし。いいじゃん。これもついてくるし、2万円以上の価値があるってことですよね、これで。すごい。ちょっとワクワクしてきた。お目当てじゃなかったんですけど、でもね、ワクワクしてきた。1万円で買ったよね、僕。ちょっと待って。これは何そもそも。コールマンとチェキのコラボによるスペシャルなボックスです。朝から晩まで最高の瞬間を切り取ってください。スマホの写真をプリントできるのかな？あ、待って、チェキにも入れたいし、これ10枚じゃ足りないですよ、福袋。もう少し入ってたらいいな。今ここにはめ込んじゃってさ、チェキで使えなくなったりしないかな？大丈夫かな？ちょっと写真を1枚ぐらいやっちゃおうかな。インスタからも写真、プリントアウトできるんだ。じゃちょっとインスタやってみようかな、せっかくなんで。すごい！インスタの写真が同期されました、ほら。すごいですね。インスタの写真です。すごい、たくさんある。ほら。やってみましょう。カラフルなやついこうかな、最初は。これにしてみようかな。なんか、アカウント名とかハートの数とかも出てるな。さらにフィルターもかけれる。調節できる、コントラストとかもすべて。サイドも。すご。チェキだと調節できないと思うから、こういうのはいいところかもしんない。なんか出てきた。出てきて大丈夫なやつ、これは。これはフィルムではありません。OK です。あ、動き出したよ。あ！はぁ！はい、出てきた。最初は真っ白ですね。いいところはね、プリンターのインクがいらないところか。うまくできるかな？ちょっと心配。うお！色変わってきましたね。さあ、ちょっと早送りしまーす。すごーい！変わってきた、変わってきた。うわ、一気に色出てきた。いいよ、いいよ。
なんか僕のコメントも一緒についてるからね、インスタから写真撮ってきたって感じがして面白い。ハート数もちょっと嬉しいですね。みんながいいねしてくれた数。インクの詰め替えの必要がないのはすごくいいですね。そしてすぐにプリントできるのもいいところ。チェキはいいところがたくさんあります。おー、濃くなってきた、濃くなってきた。インスタの僕のアイコンが白飛びしてる気がするな。こんなもんですね。どうでしょうか。コメント付き、ハート付き、可愛いですね。こんな感じで仕上がりました。ちょっとベトって潰れた感じはあるかな？黄身が少し弱くて、コントラストがベトってしちゃってるね。赤系は綺麗に出てるね。全体的にくすんでる気もする。光の立体感のない写真って感じかな？ハイライト部分とかね。潰れてる感じかな？これさ、使い切る前にチェキに入れて大丈夫かな？ちょっと一回見てみよう。あ、出せますね、これ普通に。ちょっとチェキにつけれるか、次チェキを使ってみたいと思います。あれー、これがあるってことはさ、チェキの必要性が、これのメリットはやっぱさ、チェキを持ち歩かなくていい、スマホで撮れる。そしてスマホからすぐにプリントできるし、チェキの必要性を疑われてる今。うん。そしてもし仮にこれがチェキと同じぐらいのサイズだった場合はさ、こっちの方が良くないってなっちゃうね。ちょっと待って。僕チェキ欲しかったんだよね。チェキにもきっといいところはあるはず。待って、チェキ！ラストですね、福袋の中身。じゃじゃーん、チェキかな？はい、ラストですね。うわ！黄色のチェキ、来たー！今回僕が出たのはこちらです。じゃじゃーん。え、僕黄色大好きなんですよ。視聴者さんなら知ってると思うんですけど、多分僕ね、普通にチェキ買うとき絶対黄色のチェキ買います。せーの、はー、チェキー。初チェキが色可愛すぎるんですけど。え、僕の大好きな黄色だ。やばすぎる。あ、待って、チェキの使い方がわからなさすぎる。まず調べないとね、価格。ミニ8プラス6500円とか8800円とか、まあ、1万円しないぐらいかな。8000円前後って感じですね。にしても1万円の福袋ですよ。これがついてきたんですもん、プリンター。プリンターと大きさを比較すると、プリンターの方がコンパクトなのがちょっとな、使いどころどうなんでしょうか、これ。チェキ派になりたい。やっぱなんかチェキってちょっとロマンもある。電池式なの。まあ、インスタントカメラだからこその電池の良さなのかな。可愛いんですけど、色。これで電源オンなんだ、ここ押すと。あ、もうこれで電源入ってるんだ。すごい。ここのランプで明るさを調節してくれるそうです。今、お家の中のランプがついてるので、ここで撮るといいよって感じですね。え、ミラーもついてるんですね。すごい。これで自撮りができるということですね。へー、すごい。面白いです。撮りたいけど、今の場所がね、ちょっと映えないなぁ。もったいない気もするけど、外に行こうかな。はい、椅子で行きました。背景が映えてるので、ここで撮りたいなと思います。素敵ですね。あ、すごい出てきた。はい、自撮りもしてみます。うん。はい、お家に帰ってきました。いやーね、チェキ難しいです、本当に。ここの蓋をね、開けちゃうと数字がリセットされちゃって、最初この黒いフィルム出てきたと思うんですけど、このやつが出てきました。ここの蓋を開けて取り出すと数字がリセットされちゃうので、基本的にカチャってはめたらもう取り出さないがチェキのルールかもしれません。そこは注意すべきポイントかなと感じました。だからね、ちょっとこの福袋、これ2個入れてくれてもよかったんじゃないかなーなんて思ったりしますけど、まあ、だいぶお得だけどね。ここまでお得にするんだったらさ、もう一個入れてくれてもいいんじゃないかなって感じました。いや、せっかくなので、ちょっと撮ったやつをね、ここにはめ込んでいきましょう。1枚目こちら、いい感じですね。インスタのやつですね。はい、2枚目。黒のフィルムだと認識されて、白が出てきちゃいました。ちなみにこれは、ドーナツ2種類をお皿に並べてすごく可愛く撮ったのに、失敗しました。一番いい絵のはずだったのに映える。そして3枚目。オレンジのね、綺麗な背景で撮ったんですけど、それがわからないですね。次、ドーナツを撮ろうと思ったんですよ。バッチリ押さえてたんですけど、パシャって音が立った数秒後の写真が写るっていうイメージですかね。はい、自撮りなんですけど、まあうまくいったんですけど、ちょっと暗めですよね、基本的に。ほら、暗め。こういう時もハイキー使った方がいいのかなと思います。ちょっと暗い感じの雰囲気になっちゃうよね。そしてこれ、お花、パシャ
から数秒後だったので停止するのが基本かもしれません。そしてこのお写真はチップちゃんですね。フラッシュ部分をしっかりと押さえて光が漏れないようにしてチップちゃんを撮ったら、そのせいか真っ暗になっちゃいました。で、これ2枚目チップちゃんなんですけど、フラッシュありきというところからちょっとね、チェキは動物撮りには向きませんね。ペットちゃんの写真はこれでプリントするのがいいのかもね。結果としてこの綿飴が一番よくできてますね。チェキはもっと練習が必要だし、使いこなせばね、お友達と遊ぶ時とかも盛り上がるいいアイテムなんじゃないかなって思います。ハイキーで1枚撮ってみよう。昨日のスタバの福袋のこれでいいかな。ハイキー、室内撮り。写真もラスト1枚になっちゃった。あっという間になくなっちゃうね。外でも撮ってみよう、外のハイキー。フィルム空っぽ。ハイキーで撮ったものがこちらですね。これはちょっとね、結果として少し暗い印象がありますね。そして、外で撮ったらこちらですね。はい、明るくなりました。チェキは外がいいかもしれないかな？明るい場所がいいかも。これがね、カメラの設定で一番明るい設定なのでね。この照明を焚いたこの部屋ですら、この暗さで映っちゃいます。ハイキーだからかな？家の中暗く感じちゃう。明るく撮りたい方は外がいいかなっていう感じですね。今日曇りなんですけど。確実に作りたい方もこれですよね。スマホプリンターがおすすめです。っていう感じで、合計金額で言うと、だいたいこれまあ、750円として2万円7000円ぐらいかな、3万円ぐらいのものが入ってたんじゃないかなと思います。そう思うとね、めちゃくちゃ良かったです。そして僕ずっとチェキ欲しかったんですよね。チェキを買っちゃってたらこれの良さを知らなかったと思うので、僕はカメラが好きなのでチェキを使いたいなと思います。チェキを愛用しまくります。そして思い出に残したい写真とかをスマホプリンターを使ってプリントしようかななんて思いました。っていう感じでね、使い分けはできると思うので、ちょっとインスタントカメラ的な雰囲気で使える、少し高機能なね、気持ちで使えるのがいいんじゃないかなって思いました。あと見た目も可愛いし、これでいい感じに撮れたら気分がすごく上がると思うので、一発撮りのね、良さとかもあると思うのでね、これを極めていきたいなと思います。っていう感じでチェキ、スマホプリンターの夢を紹介しました。結構高機能なチェキなのでいい方なんじゃないかなと思います。よければね、来年ぜひ皆さんトライしてみてください。かなりヨドバシの気に入ったので、また他の家電屋さんかわかんないですけど挑戦したいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。